ものすごく厳しくなった。今は3人いたら捕まるんだよ。あい名刺を出す、捕まる。ヤクザ全滅をさせようと思ってるんだろうから、ものすごく減ってますね。組織全体の行動パターン、ものすごく変わってきた。若い人たち力がないと、人を殺すことができないような人間はやっぱりヤクザにはなってはいけない。そうじゃない、それはもうだって破門されてるわけだから。肩着になった方が動きやすい。警察に対して堂々とできるわけだよ。暴対法が施行されてからは、表面に出ている人数と水面下で暗躍している数ってのは当然違うと思います。おじいちゃんはヤクザです。ブーンって飛ぶハエ、パーンって叩いて落とすと、しばらくするとまた一匹入ってくる。美味しいお金という、何としてもそれはなくならないんだ。ヤクザは全部なくなっちゃいます。俺たちはプライド持ってるから。薬だろうとやりやがる、そのための抑止力がヤクザなんだよ。兄弟待ってくれって悪かったって。弱気を助ける、強気をくじく。腎臓を取っちゃったりな、それはヤクザらしい仕事じゃないでしょう。おい地震だ。命を飾る花よりも空に登って竜になれ、やるぞと決めたら一歩。入ってきた外国人が日本で犯罪行為を起こさないような現存の暴力団に対して目が違ってくるかな。人間として見なされていない動物ですよ。もうヤクザが生きていける、なくなっていきましたね。